今回は五目チャーハンの作り方を詳しく紹介します。チャーハンはパラパラ派、しっとり派と好みが分かれますが、美味しいチャーハンはご飯がパラパラにほぐれていながら、その粒は一つ一つふっくらしっとりしています。そんな基本のチャーハンを紹介します。それでは作っていきましょう。まずは材料を用意します。エビ、干しエビ、枝豆、干し椎茸、かまぼこ、チャーシュー、ネギ、青ネギ、生姜です。具材はお好みで構いませんが、彩りとバランスを考えて選びましょう。チャーシューやエビはもちろん、乾物やかまぼこを入れることで旨味が増します。卵1個にご飯を 180g にあればコーミラードをスプーン1用意します。コーミラードの作り方は概要欄に貼っておきます。香りとコクがプラスされ旨味が増します。チャーハン作りに入ります。まずは鍋をよく温めます。中華鍋が煙が出るまで温め、油をなじませます。ここでしっかり鍋を温め、油をなじませることが重要です。この作業をしないとご飯が鍋についたりしてうまくできません。鍋にしっかり油がなじんだら油を切ります。大さじ1の油を入れ強火に熱します。生姜を入れ軽く炒めます。生姜を入れることで卵の臭みを抑えて風味が増します。溶き卵を一気に流し入れ、お玉で軽く混ぜます。卵は油の中で花が咲いたように大きく膨らみ、周囲がぷくぷく膨らんでくる。このように卵が膨らんでくることは何より重要です。これは卵の気泡と熱い油が吸収されて起こる、鍋の温度が低いとべちゃっとしてしまうので注意。真ん中の卵は液状の状態でご飯を入れ炒め合わせる。ご飯に卵をコーティングするように合わせ、同時に塩を入れて味付けをする。塩は塊にならないように高い位置から振りかける。お玉の底でご飯の塊をほぐしながら鍋を振り、均一に火が回るように炒める。味の素を少量振りかけるように入れる。胡椒も同じように入れていく。混ぜ合わせるように炒め、鍋を振る。火口に当てるように炒め、余分な油を飛ばすように炒める。具材を入れ炒め合わせる。コーミラードをスプーン1入れ、香りとコクを足す。酒を少量入れ、ご飯をふっくらさせる。醤油を一滴、鍋肌から香りが出るように回し入れる。鍋を振りながらお玉にチャーハンを入れ、皿の上にふんわりと盛り付ける。ふんわりと盛ることでご飯の間に隙間ができます。逆にお玉で押し付けるとふんわり感が失われるので注意しましょう。今回は基本の五目チャーハンの作り方を紹介しました。
ポイントは卵を入れるタイミングが重要です。しっかりと気泡ができた時に温かいご飯を入れましょう。調理時間は60秒くらいで仕上げるのがいいでしょう。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。